全部で40モチーフを作ってきました。で、糸端を使っていきながらこうくっつけていきたいと思います。で、全部で長編み最終的に36あるはずなので、まあ、気になる方はちゃんと計算してくっつけてもらったらいいと思うんですけど、まあ私は大体のところにくっつけようかな。大体真ん中ぐらい、4目ぐらいでくっつけたいですね。4目なのでかな。5半目に入れて、タムコロの向こう半目に入れて、で、うちの向こう半目をすくって、で、またタムコロの向こう半目。で、こちら向こう半目をすくって、このぐらい。こんな感じでくっつけて、あと余り糸で。何回か補強しておこうと思います。はい。こんな感じでね。くっつけていこうと思います。なので、モチーフの余り糸をちょっと長めにしておいてもよかったですね。もうちょっとだけ今更ですが、まあ、このぐらいだったら何回かね補強はできるぐらいは余ってるので大丈夫かなと思いますけど、こんな感じでね、モチーフ全部つなげていこうと思うんですけど、これがですね、こんな感じにつなげていくかっていうと、底の面が8、髪の毛、底の面が8にしたいので、こんな感じ、そこは、こういう感じで、こんな感じ。想像つきますかね？ちょっとわかりやすいように、どこだか、この辺に図も出しておこうと思うんですけど、こんな感じで、こことここもくっつくような感じに仕上げていきたいと思います。では早速ね、全部つなげていきます。一応ですね、4目ずつつなげるんですけど、こう、まっすぐつないでいくために、やっぱり適当じゃダメだったので、この間の目がね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14目ね、開けて、
14目開けて、で4目つないで、また14目開けるっていう感じで、ぴったりだと思います。1、2、3、4、5、5、7、8、10、11、12、13、14目開けて、15目目から、また次の、モチーフにつないでっていう感じで、だと思います。こんな感じでね、つなげていきます。で、ここからここのとこにつなぐときはここから数えて 1,2,3,4,5 開けて、この目からですね、また4つつないで、で、また5つ開けてっていう感じになると思います。1、2、3、4、5。開けて、6つ目からですね。6つ目から1、2、3、4とつないで、で、また5つ開けるっていう感じで、多分ちょうどになるんじゃないかなと思います。この目からですね、1、2、3、4、5と開けて、6つ目の目からつなげていく、同じように。で、4つ目つないだらまた5つ開けてっていう感じかなと思います。じゃあ全部ね、ちょっとつなげていきますね。はい、全部つなぎ合わせてみました。で、結局ね、本当はやってここまでだったんですけど、なんかもう一段あった方が可愛いかなと思って、結局ちょっともう一段増やしました。12個モチーフ増やして全部つなぎ合わせてきたところです。で、このね、穴が開いているので、ちょっと内布つけたらどうせ大丈夫だしって思ったんですけど、やっぱりね、ここにも何かモチーフ一つつけようかなと思って、もうすでに全部編んじゃったんですけど、このねお花をね、どうしようかな、こうでもいいけど、まあ、どっちか、こうかこうか、ちょっと後で考えて、こんな感じで全部ね、もう花だらけのバッグにしようかなと思って、こんな感じで全部つけていこうかなと思ってます。もうこれは、やっぱり、縫い付けていこうと思います。すごくちょっと手間はかかるんですけど、可愛くなりそうなので。で、この編み方はね、一応、まあ、簡単なんですけど、一人やっておこうかなと思います。ジャスミンホワイトの糸を使って始めは編みます。を作っていただいて、使うのは同じ4号 2.5mm のかぎ針を使います。で、鎖編み一つで立ち上がってもらったら、細編みを輪の中に3、4と4つ編み入れます。そしたら糸端を引っ張ってもらって、
短くなった方の糸をぐっと引き締めて輪を引き締めます。で、はじめの細編みの目に針を入れて、はじめの糸端も一緒に編みくるんでいくので、よいしょ、引き出したら編みくるめるぐらい糸を引き出してカットしておきます。で、ジャスミンホワイトはここでおしまいです。で、ここでこれ名前なんでしたっけ、アクアビーチか、アクアビーチの水色の糸に変えてもらって、本当だったらね、ここに針を入れると思うんですけど、一番初めの細編みの目、ここではなくて一つ向こうの二目目の細編みの目に今回は針を入れます。の方が仕上がりが綺麗だったので、で、この三つ目糸端を編みくるんで一緒に編んでいきます。あとはね、一緒なんですよね。あの、花びらの形は。三つ鎖編みをして立ち上がってもらったら、同じ目に針を入れて、長編みを、2目。したら、鎖編みまた3つで、同じ目に針を入れて引き抜き編みで、次の目に針を入れて引き抜き編みをしたら、鎖編み3つで立ち上がって針に糸をかけて長編みを同じ目に2目、鎖編みを3つ、同じ目に引き抜き編み、これをね、4枚花びらがいるので、もうあと2つ作っていきます。引き抜き編みをして、鎖編み3つ、同じ目に長編みを2つ、鎖編み3つ、同じ目に引き抜き編み、次の目に針を入れて引き抜き編み、鎖編み3つ、同じ目に長編みを2目で、鎖編み3つ、同じ目に引き抜き編みで、編みくるんできた3本の糸をちょっとギュッと引っ張ってもらって、で、一番初めの細編みの目にもう一回引き抜いて終わります。で、ちょっと長めに糸を引き出してもらってカットします。編みくるんできた3本の糸をここでカットします。で、最後糸始末をしていきます。ジバリに針を通したら、一番周りにね、ぐさぐさと私はぐるっと何周か刺して終わりにしてます。やり方はね、どうでもいいと思います。閉じれればぐるっとね、何周か私は刺して、そし
たらなんかこうキュッと引き締まるので、この花びらがいいかなと思うんですけど、よいしょ、はい、それでね、二つ目のモチーフっていうかもう花ですねお花ができました。それでカットしてもらって、あとはこちらのバッグ本体の、まあ、穴の開いたところにこう全部ね、お花を縫い付けていこうと思います。はい。こんな感じで仕上がりました。の、青いお花のところは、もう穴が開いたところに、適当な感じにこう、後ろから縫い付けています。わかりますかね？こんな感じで。目をかがった感じにして縫い付けています。で、取っ手はね、お好みの感じで編んでもらってくっつけてもいいですし、革とかでね、レザーとかのハンドルを使ってもいいと思うんですけど、今回はですね、私の場合は鎖編み70目をして、長編みを3段編んだものを引き抜き編みでつなげて、ただただくっつけたものです。ハンドルはね、お好みの感じでね、作ってもらって、つけてもらったらいいかなと思います。一応ですね、私のはどんな感じかっていうのをお知らせだけしました。こんな感じですね。お花一つ一つにね、表情があって、可愛いかなと思います。お花いっぱいのパックに仕上がりました。必要だったモチーフと、この青いお花は、また数えてこの辺に載せておきます。たら本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。したらまたー。